2001年のオリックスブルーウェーブでは2001年のオリックスブルーウェーブにおける動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは大木明監督の8年目のシーズンである。大木はこのシーズンオフに監督を退任した。前年オフに一郎がシアトルマリナーズへ移籍したことに加えて B クラスに転落したことからチームは評論家から 今年も A クラスに入るのは無理だろうと予想された。一郎不在の影響が心配された打線は、塩崎誠が一番を打ち、チームの看板選手となった谷義友が奮闘。また4番のジョージ・アリアスや5番のジョービィティエロもクリーンナップを打って、それなりの成績を収めた。チームは5月まで勝ち越しまずまずのスタートを切るが、6月に大きく負け越して、B クラスに転落。 7月に9勝8敗と勝ち越して、A クラス争いには踏みとどまるが、肝心の8月に10勝15敗で負け越して、B クラスに転落すると、近鉄、大英、西武の優勝を争いに割って入れずシーズン、勝ち越しながらも2年連続の4位で終了。対戦成績では近鉄に12勝14敗2分で、負け越しながらも検討し、大英には14勝14敗。 西部には15勝13敗と、それぞれ勝ち越し台風の目となった。シーズン終了後、大木監督は優退した。ありがとうございます。